はい、こんにちは、ポップです。FX チャンネル4月19日日曜日。今回は週末スペシャルということで、トルコリラ園の中長期的な目線からの解説をしていきます。いつものデイトレの解説に加えまして、スイングトレードにも役立つような解説もしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。 それでは早速、トルコリラ園の60分足、右側のチャートからご覧いただきましょう。こちらがね、ちょうど先週1週間のチャートとなっておりまして、地獄のようなね、下落が続いているという状況でございました。まあ、月曜日はね、16円を上回るところからスタートしていたんですが、移動平均線はね、引き続き右下下がりということで、下落トレンドが継続ということでございます。まあ、16円でね、多少のサポートはあったものの、明確に割り込んでしまってから、 下落トレンドが、ね、加速をしまして、こちら反発しても移動平均線、反発しても移動平均線という形でね、15円50銭まで一気に、ね、下がってきて、週の中頃からね、15円50銭のサポートを受けて、ほぼ横ばいというところでございます。さすがにね、節目節目ではある程度ね、サポートが入るというところと、あと定期的にね、吹き上げるというところもありますが、これはね、おそらく大口の買い戻し、今までのショートポジション を取っていた方の、ねえー、まあ買い戻しがあって一瞬上げるんですがすぐに元の位置に戻ってしまうということからはですね15円50銭を今回も割り込む口算が高いというような状況でございますそんな中でね少し時間軸を え、伸ばした4時間足ご覧いただきますと、こちらが約1ヶ月間の時間軸のチャートとなっております。えー、約ね、3月の23日くらいからのチャートとなっておりますが、こちらね、ちょうど、えー、もうデジャブと言いますかね、前回も、えー、吹き上げてですね、えー、まあ16円のところでサポートを得てたというところでございますが、今回もね、15円50銭、約50ピプス下のところで、サポートが入っていたところでですね、え、一気に吹き上げて、 そして、元に戻ってきてしまったということで、16円割れを、まあ。 現実のものもとととなったいいうところでございます今回もですね、一気に吹き上げてからすぐに戻ってきてしまいましたので、やはり15円50銭割れというのはね、回避できないかなというところで、いつね、えー、本当にトリコリライン、速が見えるのかというのが全くわからないような状況というところになっております。まあ、1ヶ月のスパンで見てもね、一旦17円を超えるようにね、えー、まあ移動平均線を平均足のチャートが上回るという場面もありましたが、こちらもね、17円をキープできずに落ちる。そして、 16円50銭でで、蓋をされるとということでちょうど50ピプスごとにね、えー、まあ節目と言いますかサポートが入るという状況になっておりますので今回もね、15円50銭を割り込んでしまった時にはまあ、安値更新の15年 え、ジャストというところが見えてくるかなというところでございます。引き続きね、こういったチャートを見ていますと、ロングは取れないという形になります。で、いつもね、動画の中ではお話をしているんですが、どういったところがね、セリングクライマックスのサインとして多いかというところでございますが、まず2つパターンがありまして、 1>, 1つ目に関しましては、これもね、何度か聞いたことはあるかもしれませんが、一気にね、この下落トレンドの中で、大きく、えー、まあ、底割れをしてしまってですね、そして長い下ヒゲを伴って戻ってくるというところのね、ところが1つオーバーシュートのセリングクライマックスというような意味合いでございますので、それが出ましたらね、短期的には戻ってくる、まあ、トレンド転換する可能性があるというところを1つ覚えておいていただければと思います。もう1つはですね、まあ、こういった移動平均線が右下さ 下がががりののの時にに、えー、使るものなんでですが一気に、ね、吹き上上上って、えー、ボリンンジャーバンドの上限まで上げとというとこ,ろでございますこれはね、前回こちらのところや、えー、こちらのところでね、えー、ボリンジャーバンドの上限をね、一気に突き破るところがありましたが、ただ、えー、その場合はですね、やっぱり高値を、えー、キープしまして、吹き上げた後に高値をキープしまして、そのままね、えー、張り付いたまま第2波が、えー、訪れるというようなことがなければ、トレンド転換は難しいという形ですが、まあ、いずれもね、えー、こういったところでは、 まあここはね、かなり大きな反発となりましたが、こちら、こちらとね、ここのところの反発はね、大きくえ上げるんですが、しっかりと高値をキープできず、すぐに行ってこいという形で戻ってきてしまう。まあ、こういったところではね、トレンド転換のサインにはなかなかなり得ないという形になりますので、少しばかりね、トルコリーダーの方は、今は我慢の時というところでございますので、しっかりとね、この辺りはえロング、安値付近だからといって、ロングをすることなくですね、様子見をしていただくというところがよろしいかと思います。えー最後 最後にね、冷やしチャートの方も見ておきましょう。 はい、え、冷やしチャートの方もね、え、これもまさに地獄の下げということで、え、約半年間の時間軸のチャートという形になっております。え、去年の秋口から冬にかけてですね、え、19円を超えていた頃が懐かしいというところでございます。結局、19円を抜けたところで跳ね返されてしまいまして、え、上髭をつけてですね、え、19円のレジスタンスを食らっていたというところでございますが、え、勝負どころはね、やはりこの18円ですね、18円のサポートというのが非常に長く続いて た時代がございましたただね、この三角フラッグという形でね、徐々に徐々に上値の方が落ちてきましたので、この18円を割れてからね、今回本格的な下落がスタート。そしてところどころね、サポートが入って反発するんですが、下がってきた移動平均線に頭を押さえつけられる。まあこういった形でね、一気に19円ぐらいから15円50銭ということで、3円50銭の下落を今演じているというところでございますが、その間にはね、コロナウイルスの感染拡大とありました が一向にね、えー、移動平均線を上回る気配がないというところでございますので一気にね先ほど4時間足を、えー、ご説明しましたが、えー、下ヒゲをつけたセリングクライマックスが冷やしベースでもなければね、えー、難しいかなというところでございます一旦こういったところでね、えー、いい形でね下髭が出たところがありまして少しね戻る気配もあったんですが結局はこちらね潰されてしまったという形になりますのでまあこういったところがねもう一度大きくね下に離れるところがないかどうか、えー、よくねそっ 箱根県の方はもう、値が飛ぶようにね、出来高も増えて、値、えー、が飛ぶように大きなボラティリティを生じるという形なので、今回のように、まだまだ出来高を伴ってなくてですね、えー 一気に下げないというところがあれば、まだじりじり下げている状況でございますので、トレンド転換は難しいというところでございます。しっかりとね、大きく下げたところで戻ってくる。いわゆるね、ストップロスを巻き込みながらオーバーシュートが起きるというところをね、発見してからロングを取れればと思いますので、まあ、新広告通貨に関しましては、毎日ね、解説しておりますので、そういったところでもアナウンスをしていきたいというところでございます。 はい、えー。じゃあ、トルコリランはね、以上でございまして、他の動画でメキシコペソや、えー、南アフリカランドの方も取り,、えー、取り上げていきたいと思います。よろしければね、そちらの動画の方もご覧いただきながら、今回のね、動画が少しでも参考になったという方は、いいねボタンやチャンネル登録、そして Twitter、えー、のフォローをね、概要欄に入れておりますので、よろしければ、えー、私のモチベーションアップのために、ワンクリック、ワンタップお願いしたいと思います。はい。今回は以上です。えー、先週も一週間ね、お疲れ様でした。今週も一週間頑張っていきましょう。 Bye bye!